今度はサードへの打球はビアヌエバセカンド送球、これはフォースアウトでツーアウトになっています。ビアヌエバグラシアルサードゴロ、これでランナーは一塁三塁です。ショートへの強い打球ですか、ここは平沼しっかり対応、松田はショートゴロでワンアウト、代打明石強い打球、ファーストよく取っている清宮幸太郎、そしてベースカバーに入って、これは間に合いません、その間サードランナー帰ります。清宮ナイスプレーでしたが、ロドリゲスのカバーも少し遅れていまして、記録ヒットになっています。明石健二のファーストへのタイムリー内野安打ということになっています。打ち上げてショートが下がります、センターも出てきますが、ここはショートの小深田が追いつきました。難しいところだと思います。逆方向のバッティングはサードの鈴木がいい反応でした。バットの先はセカンド、二塁へトス、一塁はセーフだ。キャッチャーの際に今4回首を振りました。外の球キャッチャー追いかけます、バックネットの前追いつきました。キャッチャーの下妻よく追いつきました。いや逆にね、追いついてるんで絶対落とさないぞっていう取り方しました、ね。最後はスライディングキャッチで、そうですね、はい、フェンス近く、セーフティーバントしてきた。さあ一塁競争はアウトです。ここはボヤが素晴らしい反応でした、はい、もう気持ちいい二遊間が三遊間ショート源田からまずはセカンド、そして一塁はセーフになりました。ちょっと判定ワンテンポ置いてのセーフという判定、ランナー入れ替わり、まあ、しかし打者ランナー逆球でしたがサードゴロ詰まっている。スパンジェンバーグこの回からサードいいプレーでした。これはいいプレー、いい出足、うわ窮屈なスイング、これ誰が行く、安田取りました。俺はピッチャーの後ろショートの前、左率は高くなっている泉、ライト方向、これはサイフライでどうでしょうか、セカンド来ました、シュート来ています、これで2アウト。これショートがワンバウンド、一塁どうか、間に合いました。小深田落ち着いていました。ちょっと打球も難しかったと思います、うん、まあそうですね、打球が弱かったですし足は速い選手ですから、はい、とショートバントランナーは二塁へ、ここはアウトになりました。キャッチャーの石原落ち着いていました。そうですね、はい、よく前に止めてその後のその後も速かったですよね、この荻の当たり、当たりですがセンター追いついた。ここは金子がしっかり掴んでいます。打った瞬間ずっと落下点にスタートを切るということです。サード追いついた、鈴木大地リプレーでした。強い当たりでしたけれどもよく追いつきました。はい、ナイスプレーですね。球も出てくるかなという気はしますね。サード強い当たり、横を抑えた。あ、ここはダブルプレーを取りました。鈴木大地もよく抑えました、あの当たり、そうですね、はい、引っ張ってファーストが取れない、セカンドが間に合う、一塁どうか、寺岡ベースカバー入ってよく間に合いました。感じられるんですけどね、ライトの前、小田華麗にさばきます。いやー、今日の小田守備で貢献してますね。いいですね、本当に今ストライクが取れました。はい、スライダーかなんかですかね、はい、これがカーブですね、うん、前に出てきて、うん、中東ナイスプレーを見せました。バッティングカウントのグラシアル捉えてきました、左中間方向、ただレフトがこれは追いついた、殿崎3試合レフトを守っている殿崎です。低めを打っていきます、そっとファースト飛びついた、ここはメヒア、ファインプレーが出ました。鋭い打球だったんですがメヒア横飛び、いい当たりはなった中村ですが、
カーブを打つが、ここショートカーセ、現場の東京の後輩カーセがここはいい守備を見せました。まあ、勝負球には使ってきましたね。内野のフェオは基本的にはまあ、ね、争いはありつつ、はい、いいところを見せています。ここはスパンジェンバーグ、スリーアウトになりました。休ませながらその使うとか、はい、調子が悪ければ使わないっていうね。懸命に走ります川瀬。ここはただスパンジェンバーグしっかりと一塁を送球しました。バレンティンに代打を出すとかあまり考えられない。このリーグ優勝というのを目標にやってきました。左右間ショートは源田、スリーアウトです。変わった平井がここはテンポよくホークス打線を抑えました。3打点、はい、先発がみんな3失点以下、ほとんどが2失点以下。ベースカバーに森脇入りました。ツーアウトです。いいヘッド取れますよね、まあ、2年目になりますが、はい、体も大きくなったなと思ってますけどね、はい、三塁線安田一塁送球、これはいいプレーです。いいダッシュ一塁へ、いいボールも送りました。ワンアウト。この打球ピッチャーゴロ、グラブにボールは入っていました。一塁送球、これでワンアウトランナー二塁です。今は跳躍、いい反応を見せました。5番 DH です。逆方向へコツンと当ててきました。追いつきました。今日スタメンの長谷川、レフトも追っていますが、まずこのいい守備が見られました。いい笑顔も見られます。ツーアウト。いい動きでしたね。あ、そうですね、岩崎も昨日打たれましたが、戻ってきてね、ダイブよく取りました。中村晃、才能が復帰すればね、はい、高橋では先発に戻ると思いますけども、ね、まあ、今シーズンそのファームで登板するんですけども、その後がまたこう回復